金型からオートバイのボディがプレスされる。分業化された団地、ゴムタイヤの生産も行われている。おもちゃに使う小さな電球が作られる。プレスされた各部品が塗装工場でいろいろな色に塗られる。ある時は手で、ある時は自動的に。